野崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さあ今回はですね、はい、まあね、オリンピックでオールプロが参加して初の金メダル、はい、非常に素晴らしかったじゃないですか。そうですね。でまあいろんなメディアがね、常設化してることによっての勝利やみたいなね、うん、形で記事にしてるところもありましたけども、はい、今日のテーマは、はい、サムライジャパン常設化のメリットデメリットです。常設化っていうのは私の感覚としては常にホームページがあってていうか、まあ監督がもう決まって、はい、でたびたびチームが集まって、はい、国際試合をしながらっていうのが常設化だね。だからその大会の前に監督が決まって、はい、やりますよじゃなくて、もう何年もかけてその大会に向けてチーム作りをしていこうっていうのが常設化だね。ああ、なるほど。だからサッカーとかも常設化じゃん、常に、はい、ね、うん、あの日本代表があって、だからバレーとかバスケットの代表合宿があってみたいな、うん、が常設化だね、はい、だ日本も国母さんぐらいの時からかな、うん、その常設化になって、はい、それまでは、はい、試合があります、はい、監督決まりました、選手集めます、はい、国際大会行きます、流れ、あ、そんなパッと集めてパッとやってたんですか前。そうそう、だから2006年のオージャパンも年末に決まって王さん勘で選手選考して次の年の3月試合でしょ、はい、で解散って感じですか。終わったらね。で、あの2008年のオリンピックの時も、はい、あの夏頃、夏か秋口ぐらいに日本代表決まって、うん、で合宿して、うん、で台湾で予選行って、で勝ち抜いて、で次またあのオリンピック前に集まって試合して本戦で、原さんの時もそうだったし、はい、その大会前にちょろっと集まって、はい、試合先行してみたいなから、はい、もう何年もかけて、はい、監督コーチも決まって、うん、その体制でやりましょうって言った常設化のメリットデメリットです、はい、どうですか、デメリットありそうですか。デメリットだ、メリットは、はい、今回のメンバー選考でもあったように、はい、2019年、まあ、1年半前に行われたプレミア12のメンバーが土台となってチーム作りされたんですね、はい、でまあそのね、そのメンバー選考行われる前までは、うん、そんな1年半前のチームのことなんてもう1年半もだったら大きく変わるから、それが土台ってどうなんやっていうようなね、うん、声もあったけども、はい、常設化の一番大事なメリットは一つ、うん、はい、監督とコーチ、うん、選手のコミュニケーションを一から作らなくてもいいっていう。ああ、確かにできてきてますよね。そうだから俺もね、その WBC と北京オリンピック行ったけども、うん、常に1回ずつ全員とコミュニケーションを作らなきゃいけないから、うんうん、はい、人間関係作らなきゃいけないから、選手も大変だけど監督コーチも大変じゃんね、うん、コミュニケーション作るのに、はい、言いたいことも言いたいけど言えないとかね、うん、言い過ぎて関係ぎくしゃくするとかっていう、その人間関係どういう考え方なのかって分かんないじゃんね、はい、でも戦っていく上ではやっぱ腹割ってやっていかないといけないから、そういうところではやっぱ常設化することによって、今回だったらね、だからアイザーとか選んでたのもそういうところだと思うんだよね、うん、コミュニケーションが取りやすいっていうところで、やっぱ選んだ方がまだよろしく入れてって、うん、どっちもやりやすいじゃんね、はい、やっぱ気使わなくてもいいしね、うん、その最低限の気使うけど必要以上に気使わなくてもいいっていうのが、はい、やっぱそのチーム作りにおいては、うん、いちいちいちからめんどくさいじゃん、うん、毎回新しい仕事場、はい、大変やん、大変です、スタッフも一緒でっていう方がね、やっぱ集まってその中ちょこちょこ変わるぐらいだったら、うん、コミュニケーションも取りやすいしやりやすいじゃんね、はい、だそういったところでは、まあ、最大のメリットは常設化はそこだと思う、はい、でもう一つが、はい、やっぱその侍ジャパンを事業化していこうっていうところで、うん、その収入をしっかりつけていくと、うん、で2009年までの WBC と、はい、それ以降でユニフォームが変わったと思うの。だから WBC とオリンピックでユニフォーム違ったりとか、はい、だからそれまでの WBC のユニフォームの権利は、はい、WBC の運営に利権を取られてるから、へー、そこにつけるスポンサーとか、うん、それを使った商標登録とか著作権とかも、はい、全部そっちに権利を取られてるから、うん、お金入ってこないのよ。WBC とか7、8割が日本のスポンサーらしいから。あ、そうなんですか。そう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 、へえ。だからそれがその自分たちに入ってこないから、うん、そこを交渉の上そのユニオンも変えて、うん、権利があっちになるからね。ユニオンも今建て、今回ビジターと赤とかだったけども、うん、であの日本でサムライジャパンエンタープライズっていう会社を常設して、うん、サムライジャパンを常設することによって、そのサムライジャパンのユニフォームにつく広告も含めて全部自分たちの収益になって、うん、日本のプロ野球とかそのサムライジャパンの運営、うん、野球普及に向けてのお金をしっかり蓄えたり使ったりできるっていうところで、うん、運用というところができるようになったのも常設化なんですよ、うん、これ常設化しないとスポンサーつかないじゃないですか、はい、その時しか試合集まらないんで、はい、常にそういうところでこのスポンサー
ンサーがついたりとかすることによって、うん、それをこの営業的に使えるっていうのはメリットもあるんですよね、うん、はい、でその裏でデメリットがあって、分かった、なんですか、その新しい選手が入りにくくなる、でも入ったじゃないですか、もちろんルーキーとかも入っていましたけど、うん、でもやっぱりもしかしたら現状態ではもっと選ばれた選手よりいい選手がいたかもしれないけど、前からの関係値がある選手の方がやっぱ選ばれやすくなっちゃうっていう、でも勝てばいいの、勝ちましたしね、うん、A 社ってメリットあります、デメリットは一つとしては、はい、うん、常設化することによって、はい、スポンサードの宣伝もしなきゃいけないから、はい、やっぱりサッカーもそうなんだけど、うん、年に何試合かしなきゃいけないっていう契約があったりもするのね、うんうん、そしたら国際試合をやんなきゃいけなくなるわけよ、はい、必ず、だからやってたじゃんね、はい、いろんなところと、うん、でもサッカーと違って、うん、野球の一番の問題というか、はい、そこまでやってる国が少ないっていう、だからもう国際大会が数がないっていう、うん、相手の今回もオリンピックもね、6カ国でしたっけ、ね、はい、はい、と、うん、あとメジャーリーガーが来る日米野球とかだったら、だから日米野球も昔やってて、はい、で1回なくなったんですよね、うん、はい、それまでは2年に1回行われてて、うん、2006年が最後でなくなったんですよ、うん、でそれなんでなくなかったかっていうと、はい、WBC っていう大会があるから、そのそこで真剣勝負するんやから、もう日米野球の役割は終わりやろっていう形でなくなったって聞いてんだけど、でなくなったんだけど、また日米野球復活しちゃったけど、それはなんでかっていうと、侍ジャパンの試合をやらなきゃいけないから、日米野球復活した方ができるじゃんね、でしかも日米野球の方がメジャーリーガー来るから公共として成り立ちやすいのよ、そうか、日米野球はメジャーリーガーが入れるんですね、そうだから2000、うん、メジャーリーガーしか来ない、はい、うん、めっちゃお金出すから、はい、で2006年のだから日米野球までは日本は各球団のユニフォームを着て、うん、メジャーも各球団のユニフォームを着て試合してたんですよね、はい、でこの侍ジャパン常設化になって、はい、侍ジャパンのユニフォームで日本代表として日米野球をする、はい、うんうん、はい、でこれが2年に1回行われて、はい、でもここできるんだけど、うん、その他がやっぱ対戦国が弱すぎる、うん、そうなってくると試合しても盛り上がらないじゃんね、まあそうですね、ってなった時に、うん、さっきと付随して、うん、断る選手も出てくるわけよね、あー、そのじゃあ試合には別に出なくてもいいいいじゃんみたいなね、そしたらだからシーズンオフとかにね、はい、あるから、そうシーズン疲れて、うん、そんな WBC でもなければオリンピックでもないのに疲れてるし、うん、でチームも出さないとかね、うん、とか出たくないとか、はい、ちょっと痛いんで出るのやめますみたいな、うん、とかシーズン前に行われたりするんで、はい、ちょっとって言って出ない人もいるじゃん、うん、でも、はい、常設化してるから、うん、断ったってデメリットでしかない、だからそれは協力してくれないと困るわけじゃん、うん、常設化してくれるからスポンサーさんも大事だし、うん、そういう試合も必ず数こだしていって回していくことが全部につながっていくわけじゃん、結局一つのチームとしてやるわけですよね、そうだからそういうのも代表としてそれを常設化してるからこそやらなきゃいけないこと使命だよね、はい、うん、でもまあ断るじゃん、気持ちもわかる俺もね、うんうん、え、だってそんちゃんじゃないのにどっか調子悪いし、うん、いや行きませんみたいな、はい、気持ちも分かるもんね、うん、無理して行ってひどくなっても嫌やしっていう、はい、でもこっち側からしたら先もさっきまで普通にやってたのに来ないわけみたいな、なんでこの試合だったら来ないのってなったら、うん、本ちゃん選ばれなくなるよ、うん、次選ばれにくいですよね、やる気がないって思われちゃいますね、そう、どんなにいい選手でも、うん、その人がいなくても困ることもないじゃん、はい、他にもいい選手になるね、うん、そしたら本当は入る可能性あった選手が断ったがために来なくなるね、うん、だってサッカーで断るってそんな聞いたことないじゃんね、はいはい、野球は結構代表断るっていうのありますもんね、試合しかやんないからね、うん、合宿とかやんないから、はい、日米野球前に合宿ってやんないじゃん、サッカーとかだと何かあったら必ず代表合宿あって、はい、だから合宿とかやんないから試合やるためだけだから、うん、そこまあ文化が根付いてないっていうのと重きを置いてないっていうところもあって、うん、はい、だからそういうところがデメリットだ、あー、なるほど、だからね、こう、うん、なんであの選手選ばれないのって知らないじゃんね、うん、はい、でも奥底辿っていくと、うん、いやなんかあの前回言ったけど断ったらしくてなんか怒ってるらしいよって、あー、なるほどね人間だからね、うん、そういうちょっと人間同士のそれも出てくるわけですね、うん、だって、うん、さあもうなんかあったとしてさ、なんとかさ、今回ちょっとさあんまお金なんだけどやらなきゃいけなくてちょっと手伝ってくれない、うん、いや、いいですって言って大きい時にだってよ、うん、やりたいですよしても、いやだってあの時手伝ってくれなかったのに、それやっぱこう小さいものでも手伝ってくれる人の方がやりたいってね、なるじゃんね、だそういうのが起こりかねないんだよ、はい、しかもこの野球ってその温度差が激しいから、うん、WBC オリンピックと強化試合ってこうなんか、はい、温度差激しいから、うん、そ
ってなったりチームうんってなるから、そういったところが難しいデメリットになるんだよ。だから皆さんがなんであいつ選ばれないのってなった時に、そういう裏事情がある選手もいるのよ。なる、そうなんですね、うん、それは表には絶対出てこない、うん、しかも本人たちは認めないと思うけど、はい、だって人間だもん、だって選ぶのは人間ですもんね、うん、機械が選んでるわけじゃないし、そう、しかもそれとそれとね、うん、じゃあ別にじゃあ絶対どっちってなかなか言い切れないじゃん、はい、ちょっとやりやすい方とやりますよね、うんうん、だから結局はそういうところのデメリットにもつながってくるわけよ、うん、はあ、なるほど、確かにポンって集まってポンって試合やるんだったらその時に、まあ、いい選手を選んだりとかして、うん、断らないですもんね。そうそう、しかもそれが大きい大会だったら行きたいじゃん、うん、オリンピックとか、はい、WBC だったら行きたいけど、うん、じゃあ強化試合でヨーロッパ選抜ってなった時に、うん、でメジャーリーがいませんみたいな、はい、んなるじゃんね、わざわざ行かなくてもみたいな感じになるけども、はい、こっちはこっちでその年間やらなきゃいけないとか、うん、っていうところもあって、こういうのも大事だし、工業的にも成功しなきゃいけないってなった時に協力してくれなかったら、うん、本ちゃん呼んでくれないよね、本ちゃんだけ行きたいってなってもね、でもやっぱり常設での良さっていうのは結構大きいわけじゃないですか、うん、でもそういったデメリットも発生し、あとはそのつまらない試合をやっていかなきゃいけなかったら価値下がるじゃん、あやっぱ価値高めるためには、はい、やっぱいい試合組んでいい試合していくからこそ価値上がっていくけど、はい、やっぱこんな差がついて10対1ぐらいの試合見てても価値上がらないし興味も注がれないじゃんね、いいじゃないですか、10対1で勝ってやっぱ日本強いなって思いましょうよ、思わないでしょ、だってタイ代表日本の試合見て、タイどんな選手いるんだろうなって言って、いや日頃床屋さん北京の予選戦ったけど言ってたもん、あの人日頃床屋さんらしいよって、へだってそんな野球ってプロないじゃん、はい、だから草野球ぐらいの感じで来るから普段別の仕事してるから、はい、30対0とかで勝っちゃうかもしれない、いやだからもう10対何歩で勝ってるそうなんだやっぱ日本強いなと思いましょうやる気出してやりましょう、いやサッカーでもよ、日本対ブラジルで10対0で勝ったらいいけど、はい、日本対どこそこやってるよ、うん、相手なんかFIFAランキング百何十何位らしいよ、じゃあまあいっかってなるよね、まあでもそういうとこでこう積み上げていって、えだからそこが選べる数が少ないところが野球の厳しさよ、うん、だからオリンピック競技がなくなるんだよ、うん、だそこら辺をどう組み立ってマッチメイクしていくかと選手をどこまで呼べるかが勝負だけど、うん、そこが野球の薄さがあるところがきついよね、だから俺はもう提言したい、はい、2年に1回日米野球で2年に1回日韓野球すればいいやん、あーいいですね、うん、うん、でそんでやっていけば面白いじゃんね、1年に1回だから日韓野球日米野球って変わるっていう、うん、そうでも常に一緒だから飽きるっていうパターンもあるんだよ、でもまあメンバーも変わっていくじゃないですか、変わんないよ、まあそんなにねいやでもね見ますよ日韓野球日米野球だったら、じゃあ次の動画でその話します、はいはい、わかりました、はいはい、ということでね、はい、まあ、こういうデメリットとメリットあるんですけども、うん、まあ、次誰が監督になるかですね、ああそうですね、稲葉さんがね、うん、辞任して、はい、本当は今年 WBC やる予定だったんですけど、うん、来年に延期されたんですけど多分無理ですね、うん、MLB の選手会と労使協定があるから、うん、来年できなかったらもう2025年までないらしくて、はい、そしたらいつから常設化するか分かんないですけど、うん、まあ、次誰が監督になるかですね、はい、まあ、こういうね、うん、細かい話が聞きたい人は、うん、ぜひね里崎ライブ来てもらえればね YouTube で話せない話してます、はい、里崎ライブ次の監督の話してましたね、ねえ、うん、これはちょっとね電波に載せれない、載せられない話してましたね、そうなんですよ、だからこういうね、はい、こう言えない話を聞きたい方はね、はい、ぜひ全国各地あるんでね、はい、この後終わりましたらあのそのね広告流れますんで、はい、そこでね各地のスケジュール見てもらって、はい、皆さんねぜひ会場へお待ちしてます、はい、ネットじゃ言えないからライブやるんですよ、ネットじゃ言えないからライブやるんですよ、残念ながら何でも答えれるんですよYouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ、 YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ、いや会場出たら全部忘れてほしいですよね、いや会場出たら全部忘れてほしいですよね、その代わりあの出口出たら忘れてくださいぶっちゃけすぎですよねぶっちゃけすぎですよね使いどころが違うんやーって強制送還です